今回も徳川家康が大暴れ、旗印戦の行方は。新・信長公記第3話。今回のお話は、徳川家康の掲げた旗印戦で明智光秀が追い込まれることに。自身も、そして彼らのことも苦労んだと知る徳川家康は、過去の屈辱的な歴史を変えるため、一番最初に武田信玄を犯し、歴史を覆した。そして次なるターゲットは、誰よりも喧嘩が苦手な明智光秀だった。かの有名な本能寺の変での明智の裏切りを利用した家康。彼の作戦は見事にヒットし、反家康同盟を作った明智も、残り時間があとわずかなところで降伏してしまいました。そしてこれまで傍観していた織田信長が、ついに天下取りを掲げたのです。次回第4話は、信長が天下取りという旗印を掲げたことで、クラス中がどよめき立っていた。武将たちは信長の真意を探るが、武田信玄は違った。信玄は家康に対し、信長の掲げた旗印こそ家康に対する宣戦布告なのではないかと言い、家康と武田信玄の間は一触即発の雰囲気となってしまう。その頃、織田信長は美術室にいた。彼はろくろを回し、どうやら壺を作っているようだ。和の心を持って手を取り合うという母の言葉をつぶやくが、壺は壊れてしまうのです。そんな様子を草壁みやびは見つめていた。そしてまたしても家康によって旗印が提出される。そこに書かれてあったのは、誰かを倒すというものだった。これまでの武田信玄や明智光秀の時とは違い、相手や時間がはっきりと明記されているわけではないが、かえっていつどこで誰かが狙われるという恐怖がみんなに植え付けられた。徳川家康の戦法によって教室がざわつく中、2年の戸川八郎が倒された。そして家康は新たに同じ内容の旗印を提出したのです。自分たちは強いと信じる特進クラスの武将たちも動揺を隠せないようです。トレーニング室で話しているのは、徳川家康と明智光秀、そして謎の人物。家康は謎の人物に対し、お前の考えた作戦、実に面白いぞ、と話し、さらに続けて、しかし、お前がこちらに着いたとは思わんだろうな、と不敵な笑みを浮かべていた。この状況を目の当たりにした雅は、別府の神代太郎理事長に、恐怖にまみれた旗印戦を行っても良いのですか、と直談判しに行くが、大いに結構、それこそがまさに戦国だと理事長は笑うだけだった。独身クラスの教室では、今川義元が好き勝手に横暴している家康に蓄積した怒りを爆発させている。竹中重春は今川義元に落ち着くようなだめるが、豊臣秀吉も今川の言う通りだと同調し、騒ぎ始めてしまう。クラスメートは揉め始めるが、家康をどう止めるかと問われた信長は、和の心を持って天下を取ると宣言するようで。前回のお話の最後では、旗印戦が高ポイントを獲得していた武田信玄をあっという間に徳川家康が倒してしまいました。これで誰からも怖がられる存在へとなった家康の次なるターゲットは、なぜか特進クラス1、喧嘩の似合わない男、明智光秀でした。喧嘩には強くないものの、優れた観察力を生かし、光秀なりの戦いをして家康に挑みました。
その中で明智光秀は織田信長と仲を深めることとなり、家康が武田信玄に勝ったことや明智と織田が友好関係を結ぶことなど、史実とは違う展開へと進んだのが今回のお話のポイントとなりました。しかし、どういうプロセスをたどったかはさておき、ようやくあの織田信長も天下取りへの道に参戦することを表明しましたね。ここからがさらに面白くなりそうですが、今回新たに明らかとなった事実は、徳川家康は自身や徳臣クラスの武将がクローンということを知っていたことですね。雅の占い同様に、歴史を知っている人にとっては有利に働く旗印戦。ただでさえ残酷非道な性格をしているのに、武将たちの性格や過去の事実なども知っているとなれば、もう誰もかなわないのではないでしょうか。物語はこのまま徳川家康が優勢のまま進んでいくのでしょうか。そこで疑問に思うのは、今回やっと自身の進むべき道が見つかり、本気を出すこととなった織田信長ですが、彼はクローンの事実に気がついているのでしょうか。彼のマイペースで周りとは一線を置く様子が、彼の心中をうまくわからなくさせているように思います。彼もまた、家康同様にそれぞれが戦国武将のクローンであり、歴史的事実を知っているとなれば、物語は大きく変わっていくのではないでしょうか。もし信長が知っていたとなれば、今回でのお話での明智の行動に警戒し、彼を信じることはなくてもおかしくはないですが、信長にも密かに作戦があり、あえて明智光秀に近づいたのでしょうか。雅が家康がクローンということを知っていると確信したシーン、地球儀のところでは信長自身も家康の言葉に疑問を抱くことなく、彼の言葉を普通に流していました。家康が転校してくる前にも接点があり、その時にも地球儀を見ていたことがあったなら話は別ですが、あまり行かない図書館で地球儀が本当に好きと言われると、普通なら不自然に思いませんか。さらに史実では織田信長は天下統一を目前に夢半ばで散ることとなるからこそ、この旗印戦にあまり積極的ではなかったのでしょうか。そして最終的に天下を治め、260年の栄華を築いた徳川家康にかなわないと分かっているのでしょうか。信長のうつけっぷりがクローンとなっても健在し、まだまだ展開が読めませんね。史実通りの切れる頭を持ち、戦いに挑むよりも分析や策略を劣らない黒田官兵衛も油断のできない人物ですね。徳臣クラスの他の武将とは違い、異彩を放ちつつも今はあまり目立った行動を起こしていないですが、彼もまた心中をいろんなことを考えていて、見ている私たちには彼がどう動くかまだ予想がつきませんよね。史実とは違うことも起こりうると分かった新・新朝後期、クラスメートは戦国武将、これからの展開が楽しみですね。次回第4話は8月14日に放送です。徳川家康を止められるのは誰か、次回もぜひお楽しみに。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。